ガリバース TV。 今まで僕がデザインしてきたフライロットっていうのはどちらかというと、あまり近い距離よりも中距離からちょっと、遠距離ぐらいを的に、絞ったフライロットになってます。で、今回僕がデザインしたこのバリバスの ID はどちらかというと、もうちょっと近距離から、中距離ぐらいまで、どちらかというと近距離が使い、近距離で使って効果を発揮するような竿にしてあります。だいたい20フィートぐらい、リーダーの全長20フィートくらいまでは、全然問題なくターンオーバーしますので、それは自分のキャストの技術に合わせて、最低でもね、やっぱり、16だと、僕に言わせるとちょっと短いですけど、その辺から、できる範囲で徐々に長くしていって、使い分ければいいと思います。もちろんかなりやってる方で、僕の生徒さんなんかでもね、ものすごく上手い人いるんですけど、その人が使っても、十分満足で できるこれアクションになってますけど、逆に、入門の人には、その狙うところの距離的にも打ってつけの、アクションになってると思います。ロングティペットリーダーを、優しくキャストできる、ターンオーバーすることができる、そういうロッドになってます。今回の ID は長さがですね、7フィート8インチと、8フィート3インチのこれ、2種類あります。で、基本的にはアクションはどちらも一緒なんですけど、この長さの違いっていうのは、よく小さい革とか大きい革とかそういう、分け方ではなくて、どちらかというと、大きくても上とか横がかぶってる革は長いロッドだと、使えちゃうので、これ短い方の7フィート8インチの方が使いやすくなってます。で、例えば大きい革はもちろんですけど、小さい革でも、周りに障害物がなくて、開けてる革だったらこれは、ロッドが長い方がその分だけ、ロングティペットが使えるので、これは長い方が有利になります。ですから、できればこれは2本持っていて、自分がその日行く革 の、周囲の状況とか、その辺に合わせて使い分けられればベストだと思います。そのために、今までの僕がデザインした竿と違って、値段もリーズナブルになっていると思います。